僕は中国領最先端の国境管所へ行くことができました。まあ一般には普通入れないようなんですけど、たまたま後ろに若い軍人が乗ってたんで一緒に行くことができました。この道を通って行きました。こんなふうに三カ国が分かれてます。まあ、一般には入れないと聞いてたんですけど、行けば観光客がいっぱいいました。まあ、言葉から中国人のようでしたが、まあ、最先端といっても全然緊迫感はありません。トゥーツーベイ、トゥーツーベイ。日本語ではどう読んだらいいのかちょっとわからないんですけど。この金網の外のどれぐらいが国境なんかよくわかりませんが、この金網が国境なんかもわかりませんが、まあ、干渉自体があるんだろうと思いますけど、まあ、日本にいるときはここにまで来れるとは思ってなかったんですけど、まあ、来ても緊迫感は全くなかったですね。緊張感は、国境の緊張感というのは。